バッド・シュールバーグはアメリカ合衆国の脚本家、テレビプロデューサー、小説家、スポーツライターである。小説、何がサミーを走らせるのか。と、巨人は激しく倒れる。脚本を書いたアカデミー脚本賞を受賞した映画、ハトバなどで知られている。ユダヤ系の家庭で育つ。父はハリウッドの映画プロデューサーの BP ・シュールバーグ。母は、 タレントエージェンシー設立者のアデリーヌ・シュールバーグである。シュールバーグ17歳の1931年に、父が女優のシルビア・シドニーと暮らすために別居し、1933年に両親は離婚した。ディア・フィールド・アカデミーに通った後に、ダートマス大学に入学し、ユーモア雑誌、ダートマス・ジャック・オーランタンに関与した理由愛会の、パイラムダ・ファイに加わった。 1939年、彼はダートマスを舞台としたコメディ、冬のカーニバルの脚本をエフ・スコット・フィッツ・ジェラルドらと共に執筆した。第二次世界大戦中は海軍に所属し、OSS に配属されて、ジョン・フォードのドキュメンタリー班で活動し、VED の後にはアメリカ軍による初めてのナチスの強制収容所の解放に立ち会った。彼は、 ニュルンベルク裁判のために戦争犯罪者の証拠集めをしていた。これにはオーストラリアのキッズビュールにあるシャレーでドキュメンタリー映画作家のレニリー・フェンシュタールを逮捕する任務も含まれていた。表向きは連合軍によって捉えられた戦争犯罪者の顔をドイツ映画の映像で彼女に識別させるためであった。成功したハリウッドのプロデューサーの息子であったために彼は その舞台裏の視点を与えられ、彼の作品にはそれが反映された。彼の著作、何がサミーを走らせるのか、は、サミーグリックのシンデレラストーリーで、ハリウッドスターダムの過酷さを一般大衆に知らしめた。この小説は、自主的な反ユダヤ主義であると批判された。1950年にシュールバーグは、キャリアの絶頂にある著名な小説家と協力する若い。 脚本家を描いた小説夢破られてを発表した。F. フスコットフィッツジェラルドをモデルにしたとされる小説家は若い脚本家に幻滅される悲劇的で欠陥のある人物として描かれた。小説は1950年に米国で10番目に売れた作品であり、1958年にはブロードウェイ劇として脚色された。 1951年にシュールバーグは、会務非米活動委員会に呼ばれた、脚本家のリチャード・コリンズにより元共産党員である、ことを漏らされて、政治的論争に巻き込まれた。シュールバーグは、友好的精人として、何がサミーを走らせるのか、の内容に党が介入してきたことを証言し、他のハリウッドの共産主義者の名前を明かした。 シュールバーグは同じく風アックで証言したエリア火山が監督する、はとばの脚本を執筆し、アカデミー脚本賞を獲得した。シュールバーグはスポーツライターとしても活動し、スポーツイラストレーテッドでボクシングの主任特派員を務めていた。彼はスパーリングウィズ・ヘミングウェイを含むボクシングの評論本をいくつか書いていた。生涯で4度結婚している。 1936年に女優のバージニアジジー、リールへと結婚し、娘のビクトリアを設けたが1942年に離婚する。1943年にビクトリア、ビッキー・アンダーソンと結婚したが、1964年に離婚する。ビッキーとの間には息子のスティーブンとデビットが生まれた。百六十四年に女優のジェラルディン・ブルックスと結婚し、 1977年に彼女が亡くなるまで連れ添った。ブルックスとの間には子供は生まれなかった。1977年に投資銀行家のモーリス・ワートハイムの孫で外交官のヘンリー・モーゲンソー SR のひ孫である別アンダングマンと結婚し、息子のベンと娘のジェシカを設けた。名のサンドラ・シュールバーグは映画プロデューサーであり、アカデミー賞候補となったクイルズでは、 制作葬式を務めた。弟のスチュワート・シュールバーグもまたテレビを呼び、映画のプロデューサー、妹のソーニャ・シュールバーグは小説家であった。2009年8月5日に、ニューヨーク州、クヨーグの自宅で亡くなった。95歳だった。ありがとうございます。